8月28日日曜日、津市榊原温泉湯乃瀬で施設のリニューアルオープンイベントが開かれました。美肌効果が高く、日帰りで気軽に榊原温泉が楽しめる湯の瀬は、温浴施設が新しくなったほか、栄養価の高いラム肉や地元榊原産の農産物を使った田舎料理を提供するレストラン、 12区画のオートキャンプ場などが整備されました温浴施設の隣には介護・介助が必要な高齢者や障害者とその家族が利用できリフト付きジャグジー貸し切り風呂を備えた福祉型の宿泊施設が新設されました。 リニューアルオープン初日となったこの日はオープニングセレモニーが行われ私立青山高等学校放送部の生徒が司会を務めました。挨拶に立った前橋長は津市内外の方に新たな歩みを始める湯の瀬を末永くご愛顧いただきますようお願いいたしますと話していました。 また、施設の運営・管理を行う株式会社マザーズ代表取締役の野口圭介さんは、健常者、障害者、老若男女問わず、誰もが楽しめる機会を創出し、地域の皆様と共に榊原温泉の魅力を再発見していただけるように取り組みますと話していました。続いてテープカットが行われ 生まれ変わった湯野瀬が新たなスタートを切りました。湯野瀬ミニュールオープンです。どうぞ。セレモニーが終わると、新しくなった温浴施設を利用しようと、多くの人が館内へと入っていました。温浴施設の入り口では、 地元で収穫されたナスやキュウリ、ブルーベリーなどの農産物が販売され、訪れた人が買い求めていました。他にも地元の酒木原地区に伝わる観光鳥の披露、青山高校の生徒による演奏などが披露され、施設のオープンを盛り上げていました。 猪瀬の温浴施設は午午前時時から午後9時ままでで利用できます料金は一般の方が550円65歳以上の方は350円で土曜日日曜日祝日休日は一般の方が650円65歳以上の方が450円ですその他オートキャンプ場や 福祉型宿泊施設などの利用については津市榊原温泉湯瀬のホームページをご覧いただくか電話059-252-1313までお問い合わせください。